八丁堀停留場は、広島県広島市中区八丁堀及び鉄砲町にある、広島電鉄本線、白島線の路面電車停留場、両路線の乗り換え停留場である。駅番号は、本線が M7、白島線が W1。八丁堀停留場に乗り入れる二つの路線、本線と白島線は1912年11月に同時に開通し、 東庭流場もこれと同時に開設されている。八丁堀の中からも伺えるように、路線は広島城の外堀を埋め立てて作られた道路上に敷かれ、白島線の線路は現在より西側の道路上に敷かれていた。1945年8月6日の原爆投下により、広島電鉄の市内線は被害を受けるが、本線は湖方面から順次復旧し、 同年9月には、東帝流城から、上谷町方面が、10月には、広島駅方面も運行を再開した。一方の白島線は、戦後に新しく建設された白島通りへと路線が、移設され、1952年に運行を、再開している。東帝流城の白島線ホームもこの時100メートル東へ、移設され、それまでの線路は廃止された。 1946年、後ろは、福屋急館。本線の堀広島駅方面ホーム、白島線ホーム白島線に到着した車両と、石畳の様子広島電鉄の市内線は、ほぼ全区間で、道路上に軌道が付設された、平用軌道で、東庭流上も愛よい通りと白島通りが交差する、八丁堀交差点の上に軌道が敷かれている。本線は、 東西方向に2本の線路が伸び、ホームはそれを挟み込むように2面置かれている。ただし互いのホームは、交差点を挟んでハス向かいに位置していて、交差点の東に、広電西広島駅方面の下りホーム、西に広島駅方面の上りホームがある。一方、白島線の軌道は、本線の両ホームの間から分岐し、2本の線路が北方向へ通じる。 白島線の線路は西方向に伸びる本線下り側の線路とつながっている。ホームは交差点の北、上り線側に一面のみで、片面のみが線路に接するように配されている。乗り場の北側には渡り線があり、折り返しの営業列車は上りホームに到着後そのまま折り返し、渡り線を通って白島方面へ向かう。1977年には、 電車の接近を知らせる表示器が1988年には上屋が備え付けられている。このうち接近表示器は2008年2月に改良が加えられ到着までの時間や車両の種類も表示されるようになった。駅員は配置されていない無人駅であるがフラワーフェスティバルや10日産の開催時には出殺要員が配置され下半式運賃箱を用いた。 運賃収受を行う。東低流場には、広島電鉄が運行する系統のうち1号線、2号線、6号線、9号線、それに0号線が乗り入れる。東低流場を経由して、本線と白島線を結ぶのは9号線で、それ以外の系統は、本線の乗り場のみを使用する。9号線は、従来、白島停流場と東低流場を結ぶのみだったが、 2013年に、東帝流場から本線に直通し、エバ線のエバ帝流場まで運行が延長された。この直通運転の際には、白島駅が本線広島駅方面行きホームに、エバ駅が白島線ホームに停車する運用となっている。周辺は広島市の繁華街で、南には広島三越と福屋八丁堀本店が店を構える。ありがとうございます。